水保駅は台湾カレン県水保里にある台湾鉄路管理局台東線の駅。駅名は水をの発音から由来している。なお、台湾語では旧称が現在でも使用されている。三島駅で半数近くの広し有名号、自供号、団体列車、虚構号、区間車が停車する。台湾鉄道の旅完全ガイドイカロス。 出版 ISBN 978から4から 863200265P131 台湾省行政庁官公所交通所鉄次管理委員会台湾鉄次業務統計要覧民国35年度台湾省行政庁官公所交通所鉄次管理委員会 t28https コロンスラッシュスラッシュ t m n c l e d u t a y l o r w t スラッシュアーティクル ?u=007001000408093 国家図書館99年法拡散客観期喫量台湾鉄事管理局2011年12月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年6月4日閲覧 100年報拡単脚下運期喫料。台湾鉄事管理局。2012年6月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年6月4日閲覧。101年報拡単脚下運期喫料。台湾鉄事管理局。2013年6月2日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年6月4日閲覧。 102年法拡単客観期喫量。台湾鉄事管理局。2014年5月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。103年法拡単客観期喫量。台湾鉄事管理局。2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。 104年報拡単客観期喫量。台湾鉄事管理局。2016年7月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年6月4日閲覧。百五105年法拡単客観期喫量。台湾鉄事管理局。2017年8月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年6月4日閲覧。 106年法格脚客運気、質量ボリュームオブパッセンジャーフレイトトラフィック、台湾鉄次管理局、2019年6月5日時点のオリジナルより、アーカイブ、2019年5月5日閲覧。107年法格脚客運気、質量ボリュームオブパッセンジャーフレイトトラフィック、台湾鉄次管理局、2019年6月5日時点のオリジナルより、 アーカイブ。2019年5月25日閲覧。108年報拡短客観期。質量ボリュームオブパッセンジャーフレイトトラフィック。台湾鉄時管理局。2020年5月13日閲覧。鉄道省。鉄道停車場一覧。昭和12年10月1日現在。国立国会図書館。 p525https コロンスラッシュスラッシュでシリット .ndl.go.jp スラッシュインフォ ndljp p i d 1 2 0 7 5 5 4台湾総督府台湾総督府国時代133号漢方1587号大倉省印刷局 p88 h t t p s ラッ s ュ l シリットル n d l g o j p スラッシュインフォ ndljp p i d 十29537014対象6年11月1日より宇津あず線停車場名並みマイルほど左の通海制国立国会図書館ありがとうございます